Welcome to Saturday Take-chan Yumi-chan. We hope you're having a great time. Now, Take-chan is going to answer your questions. ほら、ワクワクすっぞ。さあ、今回のご質問は、1イーグル、2バーディー、3ボギー、4ダブルボギー、5トリプルボギーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございますって長いわ。長い。はい。はい。実はね、今日ね、うん、これ皆さんもだいぶ知ってます。今日これ取りだめなわけですよね。はい。今日ね、あまりにも忙しくて何も食べてないですよ。なんで今お客さんからいただいたバームクーヘン的なやつをいただいてます、はいはい、じゃあ、はい、質問を読むのでその間に食べてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、では参ります。はい、いつも楽しく拝見しています、うん、さてパターでカーボンシャフトのものがありますが、はい、通常のスチールシャフトに対してどういう違いと効果があるのでしょうか。高そうなので気軽にリシャフトというわけにはいきませんが、興味があるのでどういう人に合うのかも含めて教えてくださいとのことです。ありがとうございます。じゃあ私がもうちょっと質問長いかなと思った。意外と短めやったっていう。あ、カーボンのシャフトがあるんだね。うんうん、もうちょいつないで。基本的に選べるの、うん、それとももうシャフトはスチールがメインでリシャフトしたいっていう人にだけカーボンっていう選択肢が多いですね、パターンは。はい、大丈夫です。もう OK、ありがとう。なぜ、はい、まあ、まずパターンのカーボンシャフトといっても、まあ、スチールよりね、これ硬いものもあれば、うん、柔らかいものもあるんですね。で、うんうんうん、よくパターンをカーボンって最近のちょっと流行りはPGA ツアーなどで流行っている、どっちかともスチールよりも硬いシャフトっていうのが流行りなんですけども、うんうんうん、その僕らは意外とアマチュアとかは意外と柔らかい方があったりとか、そのまず用途によっても全然、だから単にこのカーボンっていう下りだけになっても、そのなんていうんですかね、そのスチールを基準としてそれより硬いものとか柔らかいものがあるので、そのカーボンって一概に言うこと自体がまず間違ってるんですね。うん、で、まあイメージはスチールよりどうなる、硬い方はスチールよりこうなる、逆に柔らかい方はスチールよりこうなるっていう風な感じで説明しますので、はい、それで自分にとって変えた方がいいのか、逆に言うと自分が適性より逆のものに変えると今までよりパッド数悪くなったりすることあるんで、せっかくね、高いお金払ってカーボンのシャフトを変えてもあんまり意味がなくなったりっていうのがあります。はい、まずまああと一つ、そう、硬さもそうなんですけど重さっていうのもある程度違いがあるんですよね。でカーボンシャフトがなんで超最近だって見直されてるかっていうと、設計の自由度っていうのが非常に高いで、ね、だからスチールよりも重くて硬いにしよう、重くて柔らかいにしよう、逆もしかりですね、軽くて硬いにしよう、軽くて柔らかいにしようとかっていうのを設計したらそのままできやすいんですよ。だから、うんうん、そのスチールだとそこまでできないものをカーボンやったらある程度こういう人向けにこんなの作ってみようっていう自由度が高いから、それにハマる人やったらぜひリシャフトするべきかなと。なんかイメージ 3D プリンターみたいな。もうイメージそうですね。なんかその、うん、でも自分が思ってるのと全然違うものができる可能性もあるみたいな。なるほどね。だから本当に自分に合うシャフトに見つかればパッド数っていうのはやっぱり大幅に減らすことも可能ですけど、そのただただカーボンの逆、カーボンっていうで全然違うものにしたらスチールの方がよっぽど良かったってこともありますから、まずそこを理解してもらわないといけないですね。なるほど。ね、そもそもなんかスチールと変わらんでやったらパッド数が変わらんでやったら変えるだけ無駄じゃないですか、うんうん、もったいないしっていうのもあるので、まあ、まず自分の癖、パッティングの癖を知ってそれを補ってもらえるモデルっていうのを選ぶことがまず絶対条件かなと僕は思うんですね。はい、で一応その硬いのと柔らかいのっていう話にしますけども、 PGA ツアーとかで流行っている硬いシャフトっていうのはとにかく、しっかり弾くんですよね。弾くから小さいストロークでもすごい転がりやすいっていう特徴があります。ただあまりにも反応が早いんでフェース管理が難しいんですよ。反応が早い、だからスチールよりももう手が動かしたままフェース面が動くので、パッドっていうのは基本的に 92% がフェース面が方向性、打ち出しの方向性で決められてるんで、あまりにも反応が早すぎて僕なんかは逆に難しいですよ。じゃあなんかレーシングカーみたいな。まさにそうです。これよく車で例えます。レーシングカーで遊びが、ハンドルの遊びが全くないと思ったもんですね。はい、だからそういう意味で言うと絶対自分のパッティングに自信がある人とか、もう他の外的要因っていうのを排除したいぐらい、もう自分のストロークに自信がある人っていうのは硬いのやっぱ合いますよね。だから PGA とかで流行るのは分かります。まして向こうなんかすごい速いグリーンなんで、そのどっちかっていうと小さいストロークで
転がしやすいっていうのもあり、転がしたいっていうのもやっぱありますから、そういう意味でああいう速いグリーンとかパッティング自信がある人っていうのは硬いシャフトっていうのはかなり恩恵がありますね。で逆に僕なんかはだからアマチュアに勧めてるのはどっちかというと柔らかめのシャフトなんかは勧めることありますね、特にちょっとパターが苦手、ちょっと今度から一歩過ぎ身の方と言うとあんまりヘッドの位置が分からんとバックスイングが引きにくい人とかは逆に柔らかいんで少しこうヘッドの動きが入りやすいのが方が逆に引きやすかったりしますし、テンポがすごい取りやすいです。柔らかいから自分でこうふにゃっとしなりが分かるってことはテンポが取りやすいので結構パンチが入りやすいゴルファーとかは柔らかいシャフトの方が良かったりします。なるほど、またこれは良くも悪くもさっき言ったようにアバウトに打てるんですよね。柔らかいってことはある程度アバウトに打てるんでやっぱりちょっと一歩過ぎの人とかはちょっとこう神経質になりすぎなんでちょっとアバウトに打てた方がいいので柔らかい方がいいと。だから一概に今言ったのが絶対ってわけじゃないですけど、どっちかっていうとパッティングにすごい自信がある人は固めのカーボンシャフトで、逆にちょっと苦手やなっていうか今のスチールは嫌やなっていう人は柔らかめに持っていってそのテンポを大事にした方がアバウトに打てますね。ただカーボンシャフトっていうのはスチールに比べて高額なので変えても変わらないんやったらスチールのままでいいと思うんですよね。だからやっぱりスチールを基準とした時に自分はこっちの方が合うんじゃないかなっていうのが自分の癖を分かっとってそれでそっちの合う方に選べたらバット数っていうのは減らせる可能性非常に高いので、そこはカーボンっていう中でもすごい多いので自分はこのカーボンの中でもこれやったら合いそうやなっていうのをまず見つけることですね、そこがまず大前提と思います。はい、あとは緊張するよね。パターってみんな静かにボールの行方見るから、ドライバーも緊張するんだけど、パターって結構見られてる感がすごい、もちろん見られますね、みんなグリーン乗ってますけど、そうなると、やっぱり緊張するから、思うようにこう筋肉が動かないとか、だからそれで大丈夫いけるっていう人だといつも打てるけどそういう時の場面に備えて遊びがあった方がいいという方もいいかもしれない。もちろんそれだからどっちかっていうと今言われてこれアマチュアの人っていうのはあんまり硬すぎるのは僕はお勧めできない、で結局じゃあそれやったらもう普通に打てる人はスチールでいいじゃないかっていうオチには持ってくることもありますけどね。だから本当にまだそのパターってそこまでそのカーブにするメリットっていうのが見えてないんで他に比べてアイアンとかに比べて見えてないのでだからちょっとまた広がるのには時間かかるかなと思いますね。はい、でも今回そのカーボンって言ってもその2極に分かれるというか、スチールが真ん中にあってそれよりも硬いもの柔らかいものがあるっていうのが初めて知ったので私も勉強になりました。そうですね、はい、でもしね持ってる人とかちょっと打たせてとかそうですね、一番は持ってる人少ないですけど持ってる人から借りるのが一番いいかもしれないですね。ちょっとすいませんが、ちょっと感覚ちょっと確認させてくださいとかっていうのもありかもしれないですね。はい、それでは1イーグル2バーディー3ボギー4ダブルボギー5トリプルボギーさん、ご参考になりましたでしょうか。それではサタデータケちゃんにじゃまた来週バイバイ。お腹空きましたチャンネル登録高評価でタケちゃんユミちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。